皆さんこんにちは、朝なぎコンサルティングの司法書士の加用真里奈です。今日はですね、司法書士のブラック事務所についてお話ししたいなというふうに思っております。司法書士事務所ですね、司法書士っていう、業種がですね、いかにですね、なんていうんですかね、他の司業さんに比べて労働時間がね、長いかっていうのを最近やっぱりですね、いろんな司業さんとつるんでいて、感じます。司法書士はですね、なんと朝も早いので総合すると結構労働時間長いです。で、司法書士ね、一日何してるっていうのはまた今度違う動画でお話ししたいと思うんですけれども、ブラック事務所っていうのがやっぱりですね、多く存在しています。でね、もしかしたらですね、ブラック事務所じゃない事務所の方が珍しいとまで言えるか分かんないですけど、かもしれないです。で、それでもやっぱ労働時間長くても環境がいいとか先生がね尊敬できるとかあれば、もしかしたら、一般的には表面だけ言えばブラックって言われていても、自分がそう感じなければブラックじゃないっていう可能性もねやっぱりあるので、ちょっとねそこは何とも言えないんですけど、単純に、時間が長いっていうことだけでちょっとお話し、できればと思います。でね、ブラック事務所って、何をもってブラックかっていうと、結構いろいろと要素はあるんですけど、まずですね、その研修ですかね、司法書士合格して研修するとか、受けて、今から就活するぞって時に、まずブラック事務所一覧っていうリストがあって、それが研修生の中で配られます。で、この事務所だけは行っちゃいけないみたいなブラック事務所があって、でそのブラック事務所をこう横に補足として理由がついてるんですよ。で、私が見たのは、その事務所内に監視カメラとか、あともうその時点で相当気持ち悪いじゃないですか。監視カメラついてて、サボろうもんならもう本当に大変なことになるっていうか。で、まずそれがすごい監視カメラがある。あと、これ論外と思うんですけど、所長の暴力とかっていうのがありました。で、これ本当なのかってすごい思うんですけど、今となってはですね、自分も実務の世界出て1年とかしてきてからですね、周りの人 そのいろんな事務所行ってる人の話を聞くと相当やばいんだなっていうのは、分かります。で、あとはもう怒鳴るとか、なんていうんですか、物になんかこう当たるとかっていう、いわゆるなんかね、こう老害がいる事務所みたいなとか、そういうのとかがよく書いてあるのがすごい多いです。で、私がですね、そのいわゆるでもそういうと、何でかブラック事務所かっていうと、大体その不動産の決済業務をメインにしているところが基本的にはブラックで、私のね同期も何人もいるんですけど、大体月末は終電が当たり前で、新人として研修入って、研修行って終わってすぐ働いている人とかも、新人も、ね、3ヶ月過ぎたら終電当たり前で、最終的には事務所の近くに家引っ越せって言われる。引っ越す、もう終電逃してタクシーで、毎日帰るっていう、同期はですね、私の知ってる中で4人、聞いてます。で、あとはですね、あとなんだろうな、ブラック事務所っていうのはね、結構いろいろあるんですけど、あとそのね、認定考査っていうのがあるんですよ。いわゆる司法書士受かった後に、さらに認定司法書士になるためには、認定司法書士っていうのはいわゆる140万以下の訴訟をすることができる代理権をですね、裁判の代理権を手に入れるために、ある程度1年目はね、やっぱ勉強しなきゃいけないんですよ、実務やりながら。でもそういうの絶対やらせてくれないところとか、そういうところは非常に多いです。私もですね、実際面接行った時に、決裁事務所一番最初に面接行ったんですけど、うちはやっぱり月末になると終電とかもすごいですよと。で、やっぱり3ヶ月目以降とかは戦力として考えるんで、ちょっとそういうのは月末は覚悟してくださいって言われて、で、やっぱ1年目なんで認定考査受かりたかったんで、認定考査の勉強できますかって言ったら、結局受かる人は受かるし、受かんない人は受かんないから、それは別に、うちの事務所と関係ないっていうこと言われたんで、確かにその通りだなと思いまして、どんなに暇な事務所にいても受かんない人は受かんないので、それもそうなんだなと思ったんですけど、そのでもそれってやっぱ1年目の人ってみんな絶対認定考査取りに行くんですよ。時間あれば絶対受かる試験なんで。で、そこで私がその事務所に認定考査の合格率どれぐらいですかって聞いたら、もうすごい低かったですよ。10人いて1人しか受かってなかったんで、あって思って、これはやめようって思ったんで、今からですね、その事務所を探すときに、1年目のときに認定考査 その合格率みたいなのちょっと聞いたら、もしかしたらその事務所がどうか、ブラックなのかどうなのかっていうのは、分かるかもしれないです、一発で。
10人で、なんか1人とか、あとなんだろう、認定司法書士率どれぐらいかとか、ちょっと見てみればすぐにですね、どれぐらい激務なのかっていうのは多分、分かると、思っております。であとはね、まあ、なんだろうな、ブラック事務所って言ってもまあいろいろあるんですけど、結局ね、やっぱ決済って朝行くじゃないですか。朝なんですよ、もう不動産取引、銀行との取引で朝9時とか10時とかに集合して、あの日中帰ってきて、で夕方までね、その申請やったりとか出したりとか、まあ、いろいろごちゃごちゃやって、で5時15分過ぎて法務局受付終わるんで、そこから次の明日の書類とか作ったりするん でどうしても夜になるんですよ。で夜になってまたね、次の日朝から早くなって、でまあその申請出したりとかね、うんぬんかんぬんやってるうちに夕方になる、でまた書類作るのが夜っていうね、これのもう繰り返しですよね、一向に出口がないとっていうところです。まあ、日々ね、忙しくて、もうなんていうんですか、そういうことを考えるね、時間とかなくなってきちゃうので、たまにはですね、ゆっくり休んで自分のね、方向性合ってたのかどうかとかね、見つめ直したりとかする時間も、必要だと思うんですけど、ブラック事務所にいたら、そうはうまくいかないので、まあ、ブラック事務所を気をつけてということです。まあ、ブラックを何持ってブラックかっていうと、もうとにかく給料安いんですよ。本当に労働時間長くて給料安いで、安いんですけど、あの修行期間と捉えてね、給料もなんていうか、給料もらって実務を教えてもらえるありがたいっていう気持ちでやらないと、やっぱり続かないです、司法書士事務所は。勤務の司法書士事務所は。でもまあ、もちろんね、独立すれば可能性っていうのはもう無限大です。フェラーリだって乗れるし、カジノだって行けるし、あとなんだ、まあ、そういう先生もいっぱいいますから、独立に夢があると思ってですね、頑張ってもらえればと思います。で、まあ、事務所具体的に、ね、給料どれぐらいもらえるかっていうと、あの私のですね、 YouTube に動画上がってますので、勤務司法書士の給料気になる人ぜひ、見てみてくださいということで、今日はですね、ちょっとブラック事務所の、悪口じゃないですけど、ブラック事務所の見極め方じゃないですけど、そういうのを説明させていただきました。ぜひですね、認定率がどれぐらいか、見てみて、見るのもありだというふうに思います。あと決済ばっかりね、やってても能力上がりませんので、いろんなことが、ね、できる事務所とかね、あと自分で営業とか取りに行ったりとか、あと仕事をね、持ってきてもいいよっていう事務所とかで、ね、働けば、確実に前に進めると思うので、今からこれからね、また、すぐ試験がある、と思うんですけど、司法書士の、このもうね、来月初めが試験で、もう1ヶ月もないと思うんですけど、合格した人のね、参考になればなというふうに思っております。決済事務所だけ悪いわけじゃないですけど、まあ、司法書士としての能力を上げるためには、やっぱり決済事務所だけではなく、商業といわゆる会社の登記できるとか、そういう事務所はやっぱり私はいいと思います。あと自分で仕事持ってこれるところ、自分で取った仕事、外部で取った仕事を自分の事務所に持ち込める事務所だと、独立の練習にもなりますし、何せね、そういう仕事の取り方っていうのを勤務しながらね、学ぶことができるのでね、こっちの方が私は大事だと思います。ということで、ぜひね、これから試験もう1ヶ月もないか、だと思うんですけど、ぜひ頑張ってください。また動画更新したいと思います。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。